ビッグなクリエイターたちが、参加していただいて、まあ、みんなが一つの世界に参加する、まあ、要はオンラインゲームとかありますけども、直接そのネットワークにつながってというよりも、まあ、いろんな仕掛けでですね、アドホック通信とかすれ違いとかそういったものを使って同じ世界にいるかのようにプレイできる全く新しいタイプの、RPG というふうになっております。ではどういうものなのか、まず PV をご覧ください。こういった内容になっております。このゲームはですね、まあ、一人で遊ぶ RPG ではなくですね、自分の作ったアバターを